Thank you.
はい、皆さんこんばんは。たかくチャンネルのたかくです。10日ぶりぐらいかな、1週間ぶりぐらい。ちょっと音楽流すかな。はい、どうも、お久しぶりです。あ、こんばんは、どうも。時間、いや、ちょっと空いてる時間に、なんとかやりたいなと思ってたんで、ちょっと今の時間、7時空いたんで、ちょっと やってみました。はい。あ、プニちゃん、こんばんは。エレヌさん、こんばんは。はい。あ、ミュウさん、こんばんは。日曜日。いや、なんかもうちょっとちゃんとこう、やりたいんだけどね、なかなか忙しくて、できる時に配信しようかなと思いました。あ、はい、佐藤彩さん、こんばんは。どうも。ということで、まあね、本当この1週間、いろいろ見てても、まあ私にとったら、友人の、籠池、康則純子さんが、最高裁判決が決まっちゃって、収監されるということは確定したことが、まあちょっと、ショックというか、です。まあ、なんつうのかね。まあ、なんとか、こう、と思ったんですけど、まあ、力及ばずで、本当に。まあ、これからもね、私は籠池さんご夫婦を、応援していこうと思ってるんですけど、何せ、まあ、高くごときなので、何ができるかと言ったら、特に、何もということでもあるんですが、まあ、ちょっと本当に、なんていうんですかね、やはり正義というか、この国の制度ということに、やっぱり疑問を感じざるを得ないなと、私個人は思っております。はい。うん。ホープさん、こんばんは。あ、用事あるね。はい。西谷さんもこんばんは。はい。その他皆さんどうも、こんばんにゃんこです。ということで、まあ、そこをもうちょっと、話したいなと思ってたけど、まあ、ちょっと一個ずつね、最近で言うと、今井ルルさん、ああ、ホープさん。ああ、ありがとうございます。500円、スパシャ。はい、今年もよろしくお願いします。今井ルル もうね、やっぱ政治家っていうか政治屋はろくでもないなっていう事件が、まあ、事件というか、なんて言うんですかね、まあ、25歳の女子がですね、まあ高校生の時に、なんつうかな、阪神淡路大震災なんかを、あ、どうもどうも、ナイツパです。ゆり子ママの息子、ゆり子ママの息子って言ったら誰、ゆりちゃんゆりちゃんの息子って言ったら俺の中では岡田ゆり子さんしかないんですけど、本当ですか。はい、こばちゃん、こんばんは。あのね、だから、その、25歳のお姉ちゃんがね、2011年3月11日の阪神淡路大震災、阪神じゃねえや、東日本大震災の時にボランティアで目覚めてみたいな。なんかさ、ああ、ゆりちゃんの息子が何コメント書くぐらい大きくなったって。あ、どうもどうも。最近会ってねえな。はい。どうも、お久しぶりです。はい。その他皆さんどうもこんばんは。これでね、
まあなんか自民党に行っちゃったんでしょね。いや本当になんかろくでもないなって政治がね、改めてね思いましたね本当に。でなんか自分がやりたいことを実現するためにはとかいうね、まあなんかテンプレというかなんつうかな、ね、AI が書いたあれとかあるのかな、なんかね、そういうような、なんかちょっとごめんなさい、なんかこっちのパソコンが久しぶりに開いたんで裏でいろいろ処理してるみたいで、ちょっと重くてすいません。でこれどう思いますか皆さん、今いるるお姉ちゃんが、まあ立憲民主党からいろいろ支持はね得てたんだけど、まあなんかね、ぜひともよろしくお願いします。なんか何 EST ゲームズって、これ言うことは何 YouTube チャンネルかなんかやってんの、ゆりちゃん息子。うん、まあ、ね、YouTube の時代だからどんどんやった方がいいよね、動画配信とかは。これで、ちょっとね、俺はそのなんか今いるみたいな、ああいうなんかただただ権力を、まあ、欲しいようなやつが政治家になっていきたいっていうか、政治家に行くっていうことが、まあ終わってんなっていうふうに私個人は感じてるんですよ。で、うん。神経ずぶといとこっていうか、まあなんていうのか、あれじゃないの、別になんか権力が好きってだけで、まあ音来た瞬みたいな感じじゃないの。なんか別に、誰を蹴落としても結果さえ良ければ、要するに選挙さえ受かってしまえばいいんだっていうのが、まあ、政治家の考え方で、落ちたやつはクズで、どんなに筋を通しても落ちてるやつはクズで、どんなろくでもないことしても勝てば官軍みたいな、まあ、なんていうかな、まあ、そういうろくでもない社会が、そういうことを政治家がそういうことをやって、でそれで、まあ、どんな汚い手を使っても勝てばいいんだっていうメッセージを、国民に与えながら、言葉では国民に寄り添うだとか、なんつうの、弱者を救済するとか言うわけじゃん。だからもうそれがもう本当にろくでもねえなっていう、だから今いるるみたいなああいうやつを、国民の代表にするっていう、この間接民主主義、この選挙制度自体が、ちょっと俺は終わってんなと思います。はい。やっぱり終わってるなと。うん、まあ、あともう一個ね、さっき最初に言っとくと、わさびさん、どうも。そうなんですよ。明日、まあ、おめでとうって年でもないんですが、高くんの誕生日が明日でですね。まあ、明日はちょっと忙しいので、今日配信できるかなと思って、ちょっと1時間程度やろうかなと思ってます。恩知らずは成長しない？まあでも政治の世界では、なんかああいうクソなやつが、のさばってるみたいですよ。うん。まあなんか、経営の世界とかでも何でも、なんか勝てば官軍みたいな、本当になんか、まあそういうなんかメンタリティっていうか、なんていうかな、その選挙制度では勝たないとクズで、勝てばどんなことでも OK で、なんか勝ってから、いきなり、だから次はガーシーの話をするけど、まあなんつうの、まああんなやつでも国会議員で、でしょ？うん。で、それを100万票を入れたとかで、なんかね、不逮捕特権とか、あと、なんで議員を辞めさせられないんだ問題みたいなのがあって、で、俺はね、議員をね、辞めさせてもいいと思ってるんですよ。ただし、その辞めさせるためには、その、投票した人が、投票した人の3分の2以上が、そいつはやっぱりね、
国会議員にとか議員にふさわしくないっていうことを言ったら、そいつを辞めさせるみたいなことを、まあ、やれると思うんだよね。で、たださ、デジタル投票しないといけないんで、そのためには。ちょっと選挙制度を変えなくちゃいけないけど、まあね。あ、それとその、やっぱりガーシーとか、今井ルルみたいな、まあ、要するに権力とお金目当てで、国会議員になる、国会議員とかその議員になるような、やつらをなくすためには、もう最初に議員報酬をですね、国民の所得、国民とかその普通の人たちの所得の中央値、だから今で言うと428万平均賃金でしょ。でもまあ多分中央値で言うと300万ちょっとだと思うんだよね。だからそれぐらいの、ね、年収にさせたら、今井ルルも、ね、今井ルルが狙ってる県会議員になると、確かね、ちょっと調べたんだけど、1600万ぐらい年収あるんですよ。だからまあ、そんだけ年収があって、ぬくぬくできて、で、まあ将来は総理大臣を狙い待ちみたいな、まあ、そういう人たちが、まあ、議員とかに目指さないようにするには、議員報酬と、あとその議員の、選挙の制度、まあ、ダブルで、変えてくって運動してった方がいい気がするけどね。うん。安倍のおかげでモダルハザードが進んだ。まあ、昔からそうなんじゃないかな。うん、議員はだから、国会議員の3分の2以上の賛成があれば除名できる。うん、と思うんですが、ただそれだとなんかなんていうの、本当にその、民意を受けて国会議員とかになった人を他の国会議員が、連帯していじめて辞めさせることもできちゃうっていうことも裏にあると思うんだよね。だから、じゃなくてそれを投票した人をが、やっぱり、こいつは、議員にはふさわしくないよね、みたいなことがあって、後から、それをやめると、いうことであった方がいいんじゃないかな、って、個人的には思ったりしてます。うん。まあね、多分、まあ、これからガーシーは、のやつは、警視庁が結構本腰入れて、なんつうの、業務妨害あれ多分ね、三木谷さんとか、あと今の官房副長官の木原さんとかをかなりおちょくってたんで、まあそういったところから、告発されてるというか、やられてるので、まあ相手が結構ね、権力ど真ん中にいるから、まあガーシーさんは逃げ切れないんじゃないかなとは思うけど、うん、いや、なんか、あれだよね、本当に、年明けから、そんな話ばっかりで、なんか、日本の、いろいろと、まあ、政治も、本当に終わってるんだな、っていうふうに感じる、今日この頃。あ、でね、あともう一個、コラボの問題みたいなのが、なんか、ツイッターでやっていて、うん。まあ、あれは、私の考えはね、なんとかね、やっぱりね、直接、ベーシックインカムみたいな感じでお金を渡してた方がいいんじゃないかなと思います。なんか、そういうボランティアをやるんだっていう団体が、まあ、いてもいいと思うし、まあ、なんか、別にそれが悪いとも全然思わないんだけど、なんか、ものすごい金額で運営してるけど、そこに来る人間がほとんどいないみたいな問題があって、で、貧困の問題だとか、他のそういった問題を言うときに、そこにリーチできないっていうか、そういったところに行けない、
そもそもその何か手助けを受けられないんですよ。だからその直接そのお金をみんなに配っちゃった方が本当の福祉になるんじゃないかなってすごく思ったんだよね、あれを見て。で、やっぱ金余ってるよねって国は。めちゃめちゃお金が余ってて、で、ろくでもないというかどうでもいいようなお金配ってるんだけど、その配って、なんとかそれで、生きられる人は、まあ、なんかまあまあ、それはいい国なんじゃないっていうのが日本で。まあなんかそれをね、如実に感じた、そのなんか、ね、ツイッターかなんかでやんややんややってて、なんかね、と。逮捕されたら面白い。逮捕ね。逮捕されると思うけどね。はい、眉玉さんこんばんは。なんか、正月早々、なんか今井どうなんですか、野党支持者は今井ルル、皆さん60人ぐらい見てくれてるけど、この YouTube のこのライブのやつが、まあ多分まあでもプラグラアルゴリズムで動いてるから、ここを不正しようって言うと結構めんどくさいと思うから、この人数は大体そんなもんだったと思うんですけど、今井ルルさんがまあ立憲じゃダメだから、ちょっとね、野田派に乗り換えて、まあでも野田さんの旦那さんがね、893なんじゃないかっていうことが、不服というか、で、野田さんもなんかいろいろと動いていますが、あれなんか、野田さんってもしかすると、これから自民党はあるのかな、あの動きね。ね。自民党割って、維新とか、立憲の、あそこら辺とくっついて政権取るみたいな。あ、でもそんな、そういうこと考えてたら、立憲に恨みを買うような、ルル引っ張るようなことやんないよね。うん。まあなんかそんなようなことを、今、こう、たまに考えていました。なんか、ね。うん。それにしても、ゆりちゃんの息子が見てるっていうのはちょっと驚きましたね。うん。あとは、あ、最近、まあ、2023年にもうなって、あと、ね、私の予想通り、まあ、2024年あたりにはかなりガラガラポーンが来るんじゃないかなっていう予想通りに物事が進んでいるなと思ってるんですが、ちょっと本当にどうなるのかなってちょっとね思うのが、半導体のことを、この前の時もなんかライブの時にもちょっと話したと思うんですが、半導体の製造が、できる国、うん、が、あんまりないんですよ。で、ちょっとね、見たら、インドで、初めて、24ナノメートルぐらいの半導体の工場を、台湾メーカーと、あと韓国メーカーかなの合弁かなんかで、インドで初めて作るみたいなことを言ってて、だからインドが大国になってくるのは間違いないんだけど、その製造業というか、その自国で、まあ、車作ってるけどね、インドは。まあでもそっか、ミサイルとかロケットも飛ばしてるから、まあ結構そういう意味では科学技術力とか生産力とかもインドはつけてくるのかな、これからね。うん、今井ルール、立憲に行っても自民党に行ってもクズはクズ。いやクズだなと思ったよね、でもね。うん、
議員になって税金生活で左打ちはしたいだけでしょと。うん、まあそうだ、そうでしょうね。うん、そうだと思いますよ。まあまあでも日本はだってね、なんだ、江戸時代というか、あれからとにかく権力というかね、官には逆らえないというか、武士には逆らえないというか、もう本当にそういう国ですから、もうそこに入ってしまえば、そのインナーサークルにさえ入ってしまえば、まあ、ちょっと息苦しいというか、ちょっとめんどくさいこといろいろあるとしても、人並み以上の生活もできるし、社会的地位もめちゃめちゃ高いという社会なので、まあ、今いるるちゃん的には、なんかこう、政治活動というか選挙活動中に、まあいろんな、その社会的強者というかさ、日本の中で。ただね、俺思ったんだけど、立憲は、なんか多様性だとか、LGBTQ だとか、弱者救済とかなんか、野党は言ってるけど、なんていうの、候補者が若くて綺麗というか、ああいうのばっかり、こう、擁立してるのが、まあなんていうの、ルッキズムはダメだとか、なんか女性差別だ、なんだかんだとか言ってるくせに、なんか腑に落ちないよなみたいな、うん、私個人は思いました、なんとなくね、うん、まあ、だけどでもほら、今いるるみたいな、ああいうだから本当に、うん、なんか塩村彩香とか、蓮舫だとか、あんな感じでいつかは権力の上の方に行って、なんかよくわかんない、どこで売ってんだかわかんない、スーツ、記者会見の時見たけど、な、あの白いね、どこで売ってんだっつ、あのスーツ。白いさ、あんなスーツさ、どこで売ってんだって、あれは野田聖子かなんかでもらったのかな、ああいう感じを見ながら、絶望に浸るっていう。うん、ん？安倍暗殺のずさんな捜査を見て、歴史はこうやって適当に記録されるんだなって確信しました。歴史とは、財界人とか日本に安全はないって分かって、体制に立てつく人はいなくなったから、これから英国、米国の言いなりだよと。うん、まあでもね、山菜ドックさん、まあデモというか、俺もそれは賛成なんですが、まあ、そもそも体制に立てつく人って日本の歴史上そんなにいました、この300年とか400年、その江戸幕府徳川家康の時代になって、でそれから徳川綱吉での時代になって、長類憐れみの霊みたいなのが出て、でそれ前にいた歌舞伎者だとか、そういう荒くれ者みたいな、そういう人たちは、もうその、完全に差別され、社会の中には入れられないで、その、得た否認だとか、川辺物みたいな、その、まあ、要するに無縁社会というか、そっちの方に、こう、排除した。それ1660年ぐらいからずっと400年ぐらい続いてるわけじゃないですか。だから別になんか今だけがそういう変わり者とかが、その発言権を得るとかいう社会ではもともとないじゃないですか。うん。政治家女子 48？ ああ。いや、なんか、オワコン化してるなっていう。うん、まあでも、ね、ちっちゃいルルって感じ？なんか、市議会議員多いしそうっていう。うん、だから、それを、こう、
なんとかしたいと言うんだったら、その不当に、高すぎる、市議会議員、区議会議員の報酬をボランティアレベルに下げれば、そんな48とか出てきませんから、はい、そういう風になったらいいなと思います。うん、私の知り合いに来春の市議会議員出馬に鳩山の共和党をちょっとかすってる社民党から出ることになった。あ、そうなんだ。なんか社民党とか共和党とかも全然鳴かず飛ばずだね。うん、社民党もだんだん令和に吸収合併されるっていう。なんかね。本当に。まあだから未来は、もう IT の社会しかないよね、みたいな。もう私は本当にそう思ってますね。うん、もうなんかアナログの世界が泥臭く、なんつうの？もうなんつうの？アナログ社会だけで生き、アナログ社会がもう本当にレッドオーシャンで、もう本当なんつうの？あのルッキズムっていうかさ、もうルッキズム、要するに容姿がいいか能力が高いか家柄がいいか金を持ってるかみたいな社会に完全になっちゃってるじゃないですか。だからそれ以外の人ではそりゃなんかネットの社会に逃げるよねって。だってアナログの社会が嘘ばっかりだし、あのもう非常に冷たい社会じゃないですか。で特に日本はルッキズム、日本と韓国とかはもう本当にね、あの見た目至上主義で、見た目がちょっとでも悪いと、もうなんつうのかな、めちゃめちゃ悪意なく、さりげなく、なんつうの？あの、差別するっていうか、あの、なんとかな、傷つけるんですよね。例えば、なんか、あの、コラボをやってる、あの、お姉ちゃんがよく、キモいおじさん、キモいおじさんって言うじゃないですか。あれ、キモいおじさんって、どういうことですか？あの、キモいって何ですか？どういう意味なんですか？その、それをなんか結構社会的なメッセージとして拡散するわけじゃないですか。じゃない、イケてるおじさんとかなんか、なんていうの、見た目が良くてお金があって、なんか服とかもいい感じで。まあ私なんかは完全に彼女たちからしたら、キモいおじさんなんでしょうかね。かわかりませんが、まあどうでもいいけど、それは。なんかね、すごくね、だからその、ちゃんとしようとかね。あの、おじさんでもね、一生懸命なんか、若作りしたりとか。なんかもう本当に、落ちぶれないように頑張ろうみたいな感じで、もう本当に苦しいわけよ。で、だけど、IT の社会って別に見た目とかは見えないから。だからそっちに行くだけで、なんでアナログの社会というか、そのそっちが人が来ないんだみたいな、若い人も来ないんだとか言ってるけど、それをやってるのはあなたたちでしょっていう、そのなんかそういう矛盾をね、めちゃめちゃ感じますね。うん、大和魂、大和魂ってあれおはよう党のこと。いや、おはよう党もルッキズムかなり強いよね。うん。あのね、おはよう党よく見てて、太ってる人とかいないでしょ？うん。だいたい若くて、あの、シュッとしてて、あれはだいたいアチーブメント的な。もう、5時55分に起きてですね。ゴーゴーゴーって起きてですよ。5時55分に起きて、朝から朝活して、で、ランニングして、
体にいい食事をして、見た目を整えて、まあ、だからそれも重要、それも重要なのかなとは、まあ、思わなくもないんだけど、まあ、要するに逆説的に言うと、まあ、見た目と、見た目を整えて、ある程度教養を身につけて、マナーを身につけて、あとは、家柄がなければ、配偶者とか、そういうのを家柄がいい人と結婚して、で、ある程度お金稼いで、みたいな。そうすると、インナーサークルに入れて、しばらく安泰と。うん。ロスジェネ初代がそろそろ50代になる年収200万の暮らしをしたことない人が 60% いるらしい。かわいそすぎない。それで徴兵とかしたためにこの世に生まれてきたのか。あ、それって私のことですか、眉山さん。いや、別に俺たちの同胞たちはもう本当に辛いっすよ。うん。多分ね。いや、だからそこをなんとかするのが政治だとかそういう社会運動だと思うんだけど、まあ今の流れから言ったら、まあ完全に切り捨てられてるよね。うん。独り身の団塊ジュニアとかロスジェネは、もう本当にただの捨てられ、もう完全に棄民というか、だと思うけどね。まあだから、第2の山上さん、第2、第3、第4っていうのは 100% 出てきますね。うん。うん。政治不信極まりでブレインフォーグ、IT メタバースの話。まあ、勉強はね、なんかね、あんま最先端のことはちょっと追っかけてる程度なんですよ、みゆさん。うん。で、ベースというかね、基礎なこと、エクセルとかワードとか、あとはそのコンピューター自体のそのこととか、なのでちょっと地味な感じなんですよね。ただは、ちょっと驚いたのは、今度、まあ、時間があったら、パワポで、プレゼンを録画しながらプレゼンできるっていう、まあ、そうなんだっていうのが分かったり、あと、エクセルはやっぱり、エクセルだけで、ほとんどその、計算的なことは全部できちゃうじゃないですか。で、関数っていうのがあってさ、例えばその、VLOOK だとか、IF 関数とかは、簡単なで言うと SUM 関数だとか、そういうのがあるんですよ。エクセルとかって。まあ、多分人口の、というか社会人の、どれぐらいなのかな、社会人の 15% か 20% ぐらいはエクセルできるんじゃないですか。で、そうすると、まあ、なんつうかな、賢くなった気がするんですよ。要するになんか魔法を使えるというか、で、今までは、Excel が使えるから、まあ、いろんなそのデータが集計できて、ワンクリックでグラフとか作れて、なんか意識高い系になれる、ちゃんちゃんみたいな感じが今までだったわけですよ。だから、売上計算だとか、税金の計算だとか、まあ、あとはなんとなく、それっぽいようなことは全部できちゃうと。で、多分そういうことが、こう、できる社会人が多分 5% ぐらいだと思います。で、これからは、私ちょっとこれは独学で勉強してるんだけどね、みゆさんね。やっぱ AI をどう使うか。今までは Excel とか、まあ、Word はあれだけど、なんていうの？
それなりに使って相当こうできる気がするみたいな。あったけど、あんまりお金にはならないっていうか、エクセルがたくさんできるからお金持ちになりましたとかさ、生活が豊かになりましたとかないじゃん、使われる側だから。別にね、ワードができましたとかさ、ホームページ自分で作れますみたいなね。だから億万長者になりましたみたいなのは、まあ昔はさ、そのホリエモンがオンザエッジとかやってた時は、とかひろゆきが2チャンネル作る前とかは、ホームページ作るってことだけがものすごいスキルで、それだけで億万長者になったわけですよ。だけど、これからは、その、AI を使える鍵っていうかね、なんていうかな、AI 使うためのちょっとしたやり方っていうのを知ってる人が社会的に成功していくというのはもう確信してます。なので、これが、これから本当に、第4次、第2次、ルネッサンス、本当の意味での IT 革命は来るっていうのは間違いないと思うんだけど、その、すごいよね、国家の締め付けというか、その、否定する力が、去年はね、2022年は、旧勢力の巻き返しっていうのがテーマで、その新しくこれからメタバースだとか、その暗号通信だとか、特に AI とロボットとかが社会が変えてくるとは間違いないんだけど、それを自由に民間がやってたことに対して、中国だり、アメリカもそうだけど、もうなんかちょっと、国家の武力とか国家の検察力とか、そういういろんなものを使って、手綱を引いてぶっ壊したと。なので、国家の武力というか、法律を司るというか、国と言われてる、日本だと、全国に3000人ぐらいいる検察官。あと、その何人ぐらいかな ?1 万5000人とかかな、あとは裁判官、それと30万人とか40万人とか、全部で300万人ぐらいいる公務員だとか、ああいう人たちが国というもの、政府。彼らの逆襲っていうのは去年あって、だいぶそういう新しい技術に、っていうところが花開くかっていうと、そうでもなかったなっていうふうに思ったんだけど、秋口に GPT-3 のオープン AI のものが出てきてるときに、ここまで AI が来たのかっていうことが可視化されたじゃない。あとはその、他の絵のもの、絵とか、ああいうグラフィックとか。なので、2023年は、なんか技術的にもっと面白くなってくるかなと思います。はい。3年前、職業訓練でプログラミング勉強しましたが、年齢がいすぎ47歳で就職は叶いませんでした。あ、そうなの？プログラム言語何を学んだの？既存のツールを使って市場調査みたいに使うんでしょうか。いろいろ使えるますよね、今ね。なんかね、職業訓練でプログラミングで就職って、俺もね、なんかね、俺も自分で言ってて今、就職は無理だと思うよ。なんか普通に安いそこら辺のなんかところにとか言うんだったら、プログラマーとかとして50前のおじさんを雇うなんて絶対やらないよね、経営者として。
まあ、起業するしかないというか。で、問題はさ、俺たち同胞が、どうやって生きていくかというか、なんだけど、まあ、残念ながら、その、今の若い人たちは、多分、若い人というか子供たちは、なんだかんだでいろいろ手当が出たりとかして、国家とかそういったものが守ろうっていう強い意志を感じるよね。でも、俺たちロスジェネは完全にもう、見捨てられたことはほぼ間違いないんだわ。なんで、独自にどうやって生き延びるかっていうことを、本当真剣に考えないといけないような感じがします。はい。はあ、ははあ。ああ、で、ホームページ系ですね。その感じだとね。あ、そうなんだ。まあ。でもさ、それ、HTML と CSS と、まあ、Java と、JavaScript と PHP でしょ？これ全部できて、それでも就職できないって結構きついよね。なんか、本当に。そんなに頑張ってていろいろプログラミング勉強したのにね、それでも、弾かれるってね、きついよね。ただまあ、ほら、AI は関係ないじゃん。AI をどう使うか。だ、それで絵を描いてもいいし、作曲してもいいし、ブログ書いてもいいし、まあ動画作ってもいいし。なので、いや、俺なら自分で仕事作ってくでしょうけど、何がね、ヒットするか全然わからないじゃないですか、世の中って。社会って。なので、まあなんか、こう、うまくいってるところの3番線地ぐらいのところ狙ってこうかな最近思ってんですけどね。はい。私はね、今、基本情報処理検定っていうやつを、まあ資格を取るっていうのを勉強してるんですよ。だから基本情報処理なんで、プログラミングコードを書くとかではなくて、概念として、ベースの知識がどれだけあるかっていうことをやるので、まあ、コードを書くのはないと思います。ただまあ、私は人工知能に関してとか、セキュリティ、要するにハッカーとか、そっち系のことがすごく興味があるので、今後勉強していくのはそっち系ですね。まあ、とりあえず、基本情報処理っていうのを取らないと、まあ、なんと、IT を知ってるとは言えないというか、いう感じになっちゃうと思うんで、まあ、そこはなんとか頑張って取ろうかなと思ってます。あと、Excel とかもほとんど俺やったことなかったんですよ。だから面白いですね。で、まあなんかウェブアプリとか自分で作れるんだったら、もう本当になんか、副業でやってったらいいんじゃないかなと思うけどな。で、私もはちょっとどういった世界、どういった感じになるかちょっとわからないけどね。私自身が、ただほら生き抜いていかなくちゃいけないから、なんかもがくものって言うんだけど、ベルセルクじゃないけど。
もうとにかくいろいろもがきつつね、こうなんとか生きてくっていうね、実践で生きてくっていうのは高くなんで、まあまた職業訓練を一から勉強してるっていうのもまあいい学びですね。はい。あ、そうですね。はい。一応全部学びます。はい。まあ基本、私はセキュリティ系の国家資格を狙ってるんで、その先ね、基本情報の先は応用情報処理ってあるじゃないですか。で、応用は別になんかあんま興味ないんですけど、そのセキュリティマネジメントかなんかっていう、あれはあの国家資格は欲しいなと。まあ、というかその、まあ私が将来何で食ってくのって言ったときに、まあセキュリティマネジメント関係、これから世の中がもっと IT 化していくことは間違いないというか、間違いないというか、そんなことはね、猿でもわかるって感じじゃん。で、じゃあ、IT が、その、要するに自動運転だとか、自動レジだとか、そういうことが生活に完全に密着していく中で、じゃあその、鍵とかってどうなってんのって話じゃん。例えば家を出るときは鍵閉めるじゃん。自転車乗っても鍵閉めるじゃん。ってことは、インターネットっていうか IT が進めば進むほど、それをロックしたり、鍵をかけるってことがめちゃめちゃ重要になってくる。ただ鍵をかけるとか鍵を外すっていう技術は高度な技術だと国家間のハッキング競争だとかなってくると。だからそこまで行くのはもう絶対無理だよね。俺の歳だと。そういうハッカーとかさ、ホワイトハッカーとかそういうのは無理。じゃないですか。で、だけど、なんか弁護士みたいなイメージしてるんですよ。で、弁護士って、なんか、まあ私の友達の和田先生も、私より年上で、ただ、弁護士資格って強くて、なんか、バッチあるだけで全然食いっぱぐれないというか、まあ未だにベンツ乗ってるじゃないですか。いや別に和田先生はディスってるわけじゃないんだけど。なんか強えなとわけですよ。医師とか弁護士とかさ、会計士とかさ。なんかその士っていう、なんとか士みたいなのがついてたら、もうなんか歳とか関係なく、まあそれなりに暮らせるみたいなのあるじゃないですか。で、それと同じような感じで、セキュリティの情報支援なんとか士ってあるんですよ。国家資格で。あれがそういう資格になってくるだろうなって私は読んでるので、まあそこら辺は取っときたい。取っとけば、とりあえず飯は食えるなと。で、飯が食えるようになってきて、ぬくぬくできたら政治活動できるよね、みたいな。何せ私は、イマイルルみたいなクズじゃないので、政治で、飯を食って、いい思いしようみたいな感じにはどうしてもなれないし、まあそういったことを崩していかなくちゃいけない。政治は政治家のためにあるわけじゃなくて、政治家がやりたいことの自己実現のために政治があるわけじゃないわけよ。政治は、普通に暮らしたら、苦しい思いしかしないような弱者、のために存在してるわけで、政治家強者だから、強者が自分がやりたいことのために弱者たちから票をもらってうまく騙してみたいなのが今の日本の政治の実態だわけで、まあそれをやるた、それをなんとか、とは思うけど、何せ私個人が、まさに、氷河期、世代の、機敏世代というか、
完全に、国家や企業や社会から、なかったことのように、見なかったことのようにされている世代。まあ、その世代の中で、まあ、半分ぐらいの奴らは、なんだかんだ言って、親が、金持ちだから、なんとなくそれで頑張れるみたいな、とか、大企業に滑り込んで、まあ、なんとか生きてるみたいな。まあ、私たち、団塊ジュニア、ロスジェネ世代の半分ぐらいの奴らは、自民党でいいんじゃねみたいな感じだと思うんだけど、あと半分の奴らは、50で、マクドナルドで、バイトでこき使われるみたいな、そんな世界なわけですよ。で、ここの人たちというか、この人たちと声を聞いてるというか、ここが押し上げてる政党っていうのがないから、N 国が出てきたり、おはよう党が出てきたり、令和が出てきたんだけど、じゃあ、ここの人たち、ここの政党とかが、本当にロスジェネ捨てられた人たちを助けてくれてるかっていうと、1ミリも助けないっていうのが今じゃない。うん。まあ、でもしょうがないよね、それがね。という、ただ愚痴ってるだけという配信になってます。はい。うん、メタバースの話してください。メタバースは多分2024年ぐらいに出てくるんじゃないですかね。要するにその、まあ多分出てくると思います。だから2023はね、まだそんなになんかそのメタバースとかいう、概念が、なんかしないと思うけど、でもまあ、ね、今年から来年にかけて、かなりオワコン化すると思いますから、日本というか世界全体が。なので、それをこう、人類が切り開くためには、高く何歳？いや、48ですよ、俺、48。はい。うん。まあ、その、人類が切り開くためには、まあ、宇宙に出るか、それか、AI とロボットによるルネッサンスが来るかって、やるかって、この2つしかないから、まあ、それ以外だったらまたもや第三次世界大戦の、まあ、悪夢というか、まあ、そっちに向かいたいっていうかさ、なんか結局第三次世界大戦的な感じに行ってほしいなっていう人たちがすごい最近なんか力を増してるよね。うん。なんかこう、まあ、あくまでもその人間の暴力性というかね、なんかそういう人の不幸は蜜の味じゃないけど、なんかそっち系の感覚がやっぱり抜けきれないっていうのはあるんだろうね、きっとね。うん。まあでも本当に今後、要チェックですよね。うん、高くは団塊ジュニア。あ、そうですね。はい。私はど真ん中だと思いますよ。うちの親父もおふくろはもう団塊世代で、で私はもう完全に団塊ジュニア、ロスジェネですね。はい。あ、パイセン1000円、あざーす。ありがとうございます。ありがとうございます。明日なんだけどね。ナイスパです。うん、まあ、生きてます。はい。
こう社会の荒波に飲まれながらですね、はい、なんとか生きてます。はい、ナイスパです。明石の泉市長みたいに、かっこ変なこと言ってるやつ、かっこ閉じ、言い返せる人が少なくなった。私も強く言ってくる上司に言い返せないヘタレです。いや、それはね、この日本のルールで、江戸時代の、徳川幕府になってから、上の言うことを聞く人間が社会の適用者だっていう社会になってるわけで、それはずっと変わってないわけじゃん。だけど、もう時代は信長の時代というか、戦国時代のマインドじゃないと、徳川時代、明治の、坂の上の雲みたいな、世代、昭和の背金主義。だから、こういう時代、こういう考え方だと乗り切れない時代が今来てるわけじゃん。で、この時代を乗り切るためには、信長とか、秀吉とか、なんかそういう系が出てこないとしょうがないんだけど、出てこれない行動だし、まあ、出てきたとしても全力で潰すっていう社会がまだ続いてるっていう。うん。まあ、でもまあ、幕府も潰れたし、明治のあれも潰れたし、まあ、外的要因で潰されるんじゃないですか、日本社会。そのぬくぬく社会が。でも今度の変革は結構ハードな変革だと思います。うん。宮台さんの言うような50人ぐらいに直接知ってる同士のコミュニティを作って助けない限りもうダメ。確かにね。うん。まあそれは俺もそう思いますよ。うん、だすごい複雑化してるから、こうなんつうのか、いろんなことを知れば知るほど、一言では何とも言えなくなってきてるっていうか、うん、ただ一つ俺は言えるのはもう、中国とかロシアとかみたいな、ああいう権威主義みたいな社会も終わってるし、終わってんじゃん。かといってアメリカとかヨーロッパみたいな、まあ、かっこ民主主義みたいな世界も終わってるわけだから、本当は新しい何ルールというか、新しい構造を作らなくてはいけないのは間違いないんだけど、それが何かって明確に言えないっていう、まあ、混沌の時代だよね。だから混沌の時代なんだからもがき苦しむのは当たり前だって。でこういう時代で苦しまないのはバカか、なんつうか悟ってる人あ、バカなのか悟ってるかどっちかだね。ああ、これ、磯田さんですね。磯田。歴史学者の磯田さんですね。はい。まあ、非常に私も、私はね、最近時間がないので、いろいろ見れないんですよ。で、こう、いつも見て、確実に見てるのは、磯田さん。中野たけしさん。それと、なんと、あと、落合翔吾さんは SG さんは確実に見るけど、あとなんだっけな。まあまあ、あとは、宇賀谷さんとかは、そういう、なんか何人か決めて見てますね。もうなんか全部見るとよくわからなくなっちゃうからね。うん。なので歴史もだから
失われた30年、失われた30年っていうのってさ、バブルの頃からに今の日本の30年ぐらいの歴史ばっかり言ってんじゃん。あとそのおはよう党が言ってるのは1945年とか、まあ、少なくとも、なんかいきなりそれが飛ぶんだよね、彼らは。なんか神武天皇とか数千年飛ぶんだけど。うん、なんか江戸時代から続くこの日本の社会というか、日本人っていうのは江戸人。江戸あたりから合意形成されたのが日本人だと私は定義してるんですよ。なので、その江戸時代あたりからの日本人から脱却するというか、それためにはどうしたらいいのか問題みたいな。うん、独学大変？ああ。解読バイト。いや、なんかそういうアプリがあるらしいよ。国会図書館が、無料で配布してるアプリがあるので、なんか古文みたいなのわかんなくても、現代文に直してくれる人が、あ、落合陽一さん。あ、そうそうそう、落合陽一さんも見ます。うん、落合陽一さんはちょっとこう、バイアスかかってるっていうかね、ちょっとポジショントーク的なのはあると思うんだけど、でも、私はなんか、結構参考にしてますね。はい。もうね、情報がいっぱい溢れてるから、まあ、いっぱい見れればいいんだけどね、本当はね。うん、ということで、ちょっと8時過ぎてるので、そろそろ今日はこれぐらいにしときます。ということで、こんな、グダグダトークですいませんが、今日も見てくれてありがとうございます。まあ、時間あるときに、配信したいなと思ってるので、ごめんなさい。ちょっと、この時間、この曜日っていうのは今すぐちょっと言えないんですが、なるべく、こう、配信していきたいと思います。ん？あ、そうなの？あ、じゃあ、岡田伊藤さん、もうちょっと立てるかな？うん。筆者の字の癖を解読できる。ああ、なるほどね。うん。うん、まあなんか、もうちょい配信してほしいっていう気持ちはよくわかるし、俺も逆の立場だったら、もうちょっと配信しろよって、思いんですが、まあ、まあ、察してください。ということで、今日も見てくれてありがとうございました。ちょっと待ってな。